親父たちが働いて社会支えてんだから仕方ないだろう。まあいずれその順番が私に回ってくんだけどさ。だよな。泉ちゃん、金はちゃんと返すから、これだけ、これだけ金貸して20万。だから俺は金を返してほしいだけだっつうの。じゃどうすればいいんですか。だから返してもらえばいいだろ、こいつに。だからそんなのはしたがりだって。は？あんたバカ、佐藤君が2週間納豆だよ。ねえ泉の基準で言うとこの事件はマイナス5点、いや10点だよ。それ今日の新聞、私が全部採点したから足してみ。ちょっと考えたんだけど、新聞作らんの。は？いいなそれ、つか作れよ。川島さん面白いね。この人にも記事とか書いてもらったら。出世がいいニュース。当たり前じゃん。出世？はい出世です。やっぱ金と女かな。じゃあ約束のちょうだい。ほらこれさ、チャットするとお金もらえんの。いやらしい系。いや今んとこは。おい偽善者てめえこの野郎、お前最悪じゃん。全然話が違うじゃねえかよ。全部本当のこと言ったんだ。あんたが拾ったこととか。出るわけないじゃん、バレたら離婚でしょ。平気平気、そしたら世間の人みんな間違ってることになるし。世の中偽善が一番金になるね。ね泉ちゃん。バーカ。ウィキペディアで調べるバカよ。バカバカクソバカ、このバカ野郎。キスしてあげようか。やだ気持ち悪い。じゃあ自首してきますわ。